どうもこんにちは、クラフタです。私は今横浜市の山下公園に来ております。その目的はこちらですね。はい、来ました、ガンダムファクトリー横浜。そしてそこに立っているのは18メートルの実物大ガンダムです。今から18メートルのガンダムが動く、その勇姿を皆さんにお見せしたいと思います。入り口はすでに長蛇の列になってます。でもクラフトは感染対策もバッチリ、余計なところには一切寄らない、誰とも喋らない、何も食べない飲まないで挑んでます。ゲート入場時にこちらのガンプラをいただきました、ありがとうございます。そして目の前にそびえ立っているのは18メートルの実物大ガンダム。感動ですよ、生で見る迫力は桁違いですね。ドック内に佇むガンダム、メンテナンスデッキがまたかっこいいですね。こちらはドックタワーの特別観覧スペース。実はクラフタ、このチケットゲットしました。後ほど間近でガンダムをお見せします。とはいえ、ドックタワーでの観覧までかなり時間がありますので、他の展示物を見ていきたいと思います。建物内のアカデミーではロボット研究の歴史が学べます。こちらは昭和48年に世界で初めて開発された人型知能ロボット、ワボット1です。ロボットの進化はここからスタートしたわけですね。感慨深い。ヨーイングの仕組みを学べる模型です。ハンドルを回すとこのように回転します。同じ構造でガンダムの上半身も回るらしいです。続いてピッチングの仕組みを学べる模型です。ピッチというのは前から見た際の前後への回転ですね。ハンドルを回すとこのようにお辞儀します。こういった仕組みで実物大のガンダムもしゃがみ込んだりできるわけですね。こちらはマニュピレーターを再現した模型です。指1本を1つのモーターで動かすんですね。ちょっと動かしてみます。このように動力源が1個しかないのに各関節がスムーズに動くんですね。これはすごいな。このリンク機構と呼ばれる構造のおかげでマニュピレーターの軽量化が実現されたそうです。こちらは30分の1スケールのガンダムドック。日々のメンテナンス風景がジオラマ化されてます。これいいな、これめっちゃ欲しい。いや、すんごいリアルですね、これ。発売されたら10万円以上しそうですけどね。コクピットからの視点が楽しめるガンダムパイロットビュー。実物大ガンダムのカメラと 5G で接続されています。ドーム型のスクリーンに4台のプロジェクターを使って映像を投射してるみたいですね。こんな風にデッキを登っていって、ガンダムのコクピットに乗り込むようなシチュエーションも映像で楽しめます。すごい臨場感ですね。興味のある方はぜひ会場に足を運んでみて実際に体験してみてはいかがでしょう。ついにガンダムドックタワーでの観覧時間となりました。今からこちらに登っていって実物大のガンダムを間近で見たいと思います。ガンダムの起動実験まであと10秒。ミッションコントロールより発令。これより RX78F00 ガンダムの起動実験を開始する。総員、配置についてください。繰り返す。総員、配置についてください。コクピットハッチ、閉じます。コクピットハッチ、確認。コクピットドア、ロックセキュア。 G-DOC、稼働電気スタンバイ。ポート閉鎖完了。Release the bridge。出力異常なし。ガンザム、forward to launch position。G キャリアのストッパーを解除。Completed. Stopper release. ガンザム、起動準備完了。ミッションコントロールからガンダム。ガンダム、聞こえますか？こちらガンダム。よく聞こえている。自動姿勢制御装置を起動させてください。了解。
自動姿勢制御装置を起動する。ガンダム起動。というわけで起動実験が完了しました。デモンストレーションは30分に1回前進して、そして30分に1回後退するという流れになってます。しかしこうして間近で見るとその迫力は桁違いです。
ご覧ください、マニュピレーターの一本一本もリアルですよね。っていうか本物ですからリアルなのは当然。エッジもパッキパキに出てますね。そしてこの細かいコーションマーク、ワーニングの文字がたくさん入ってます。パネルラインもガンプラを見た際にはちょっと多すぎなんじゃないかなと思ったんですが、こうやって実物を見ると素晴らしいバランスですよね。いや、こうやって下を眺めるとたっけーなー。正直に言いますが、残念ながらこの動画では実物大ガンダムの素晴らしさが 1% もわかりません。そして下から見るガンダムとドックタワーで間近に見るガンダムとでも全然違うんですよね。なのでもしガンダムファクトリー横浜に行かれる際は、ぜひともこのドックタワーに登っていただきたいなと思います。交代シーンも撮ったんですが、 TM ネットワークのビヨンドザタイム、逆襲のシャアの主題歌ですね、これのルナシーバージョンが BGM になってましたんで、音はちょっと消しますね。最後に限定ガンプラを買って帰ろうと思ったんですが、2時間列に並んで半分しか進まなかったので諦めました。代わりに500円のガチャガチャを回して帰りたいと思います。こちらですね。コインを投入して回します。ガチャリと。さあ何が出るのか。まあガンダムが出るんですけどね。はい、というわけで帰ってきました。戦利品はたくさんの思い出と、そしてこちら200分の1スケールガンダム F00、 そしてこちらの500円ガシャポン。ちょっとおまけ動画ですが、こちらサクッと作ってみたいと思います。中に入っていたのはこちら、
残念ながら色付きではなくクリアバージョンですね。3種類のガンダムがあるんですが、色付きはどうやらレアものっぽい。やっぱり色を塗るとコストがかかるんでしょうね。ではサクッと組み立てていきましょう。まずはスカートのアーマーをはめて、はめます。そしてこちらアンテナですね。ここはニッパーで綺麗にカットして、ちょっと曲がってますがお湯につけたら戻るんじゃないでしょうか。頭部にアンテナをはめる。そして上半身と下半身を合体。これで完成です。なかなかいい出来かも。そして各関節が動くんですよね。こんな感じで肘関節、肩関節、頭部も動きます。股も開く。でも残念ながら膝は動きませんね。はい、完成です。500円といえばエントリーグレードのガンダムが発売されましたよね。こちらも以前作ったエントリーグレードガンダム。ちょっと武器がモリモリになってますが、これの武器なしで税込み550円です。そう考えるとほぼ同じ値段なのにエントリーグレードガンダム安すぎだろうって感じです。というかほんと化け物かというぐらいのクオリティ。ガンプラ作ったことない人にもめちゃくちゃおすすめできるんで、ぜひ購入してみてください。はい、そして200分の1ガンダムのランナーを机の上に並べてみました。っていうか1枚ですけどね。このパーツをランナーから切り離していきます。使うのはタミヤさんの先細薄刃ニッパー。もらいもののガンプラにしては結構作りが細かいんです。モナカ構造の足にちゃんと色分けされたこの足首部分を装着、胴体も黄色いパーツを外装パーツの内側にはめ込んで、いい感じです。さらにウエスト部分をコアドッキング、下半身のイエローのパーツを取り付けます。そしてさらにこれを前後からこのスカート部分のアーマーで挟み込む。この辺の色分けも秀逸ですよね。こんな感じになります。ちょっともらい物とは思えない出来栄え。股間もボールジョイントになってます。いや、予想以上にかっこいい。肩アーマーに腕を取り付けて、そしてアーマーの天板をはめ込みます。この辺も結構リアルですね。両腕をはめて、頭部パーツにアンテナを取り付けます。はい、できた。ランドセルをセット、そして頭部を取り付ければ200分の1のガンダム完成です。クラフタチャンネル、ガンダムファクトリー横浜 RX78F00 おまけガンダムの完成です。アップで見るとこんな感じ。めちゃめちゃちっちゃいのに全身にこれでもかと言わんばかりのディテールが施されてます。意外とすごいぞこれは。先ほど作ったガシャポンガンダムと比べてみましょう。どちらも同じぐらいの大きさですね。ということはガシャポンの方も200分の1サイズってことですね。というわけでおまけ動画は以上でおしまいとなります。ガンダムファクトリー横浜の実物大ガンダムをお届けしましたけども、実物と映像では全然違います。まさに百聞は一見にしかず、ガンプラファンでなくてもこれだけは見てほしい。ぜひ皆さんもガンダムファクトリー横浜行ってみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。